ビズはジェネリックトップレベルドメインの一つでビジネス全般に使われることを想定している。ビズの由来はビジネスの音節の最初の部分である。このドメインはすでに別の企業などにドットコムドメインを登録されてしまった企業に代わりのものを提供するために作られた。ビズドメインには登録に必要な条件は特にない。ただしきちんとした会社か商用でない場合は除く。 また、ドメインを商標権を持たない者に取られて商標権を侵害された者を救済する措置もある。このドメインは1990年代のインターネットの流行を受けて ICANN が2001年に認めた新しい GTLD の一つである。このドメインはレビルによって管理されている。インフォのサービス開始時とは対照的にビズでは 商標保持者に優先登録権が与えられなかった。しかし、代わりに前もって、指摘所有権を主張でき、その時、ストップと呼ばれる方針を通して、どんな登録者に対しても、異議申した手をすることができた。この方針によって、いくつかのドメインは、商標権の保有者が、ドメイン登録者からドメイン名を取り戻すことができた。しかし、この方針を悪用して、 一般的な言葉のドメイン名の所有者に対して商標権を主張し権利を奪い取るリバースハイジャックがしばしば起こっているこのドメインは企業が使用することを意図しているが実際は制限のない誰でも自由に使えるドメインとなっている第三者が紛争解決のポリシーを通してビジネスとは関係ないドメインの登録に対して異議申し立てをすることは可能だが 実際に止められるかといえば、現実的ではない。登録は公認レジストラを通して行われる。ICANN がビズをトップレベルドメインと認める前から、すでに一部のオルタネートルートでドメイン空間として使われていた。そのため、同じビズドメインのホスト名でも使っている DNS によって IP アドレスが違うといった事態を発生していた。 2007年4月23日より、日本語、中国語の多言語、ビズの募集が開始され、日本語、ビズの運用ができるようになった。ありがとうございます。